やくお目覚めか、お姫様。ジーベル、やっぱりあなたなの？どうしてこんなことを？どうして？人間たちが俺たちにしたことを考えればわかるだろう。10年前の出来事ならヨハネスから聞いた。確かにそれは許されることではないわ。でも今あなたがやっていることは彼らと同じことじゃない。違う。俺たちの体を作り変えた。それならこの世界を変える権利が俺にもあるはずだ。来るんだ、ミリア。お前だけが俺の痛みを分かち合える。俺たちはもうすでに人間ではないんだ。人間ではない。あなたからその言葉を聞くとは思わなかったわ。覚えてる？それは昔、私があなたに言った言葉よ。そんなことどうでもよくない。生きる希望を失っていた私は、あなたの言葉に勇気づけられたの。力そのものに善悪はない。力の使い方に善悪があるんだって思い出して、ジーベル。ジーベル様、そろそろ戻りませんと。ミリアム、悪いが昔話はここまでだ。俺を止めに来たのだろう。ならば俺を探し出してみろ。その道中お前はシャードを取り込み、悪魔の力を使わなければならないはずだ。それでもまだ自分を人間だと思うなら、その時もう一度話を聞いてやる。行くぞ、グルマ。ジーベルの顔だった。絶対に止めてみせる。